イベント決定。2月の21日、場所がセレネさんです。セレネさん概要欄からチェックの方をよろしくお願いいたします。お願いします。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。伝説それは待ってな、俺は伝説はすごいね。バランスが悪いわ。なんで一人だけこんな広く撮ってんの。ここ座りにくいな。まあ確かに座りにくい。気持ち悪いのよ、見てる感じ。人間的に絶対やってはいけないバイト5点。俺普通にえ、いい声聞こえたの、普通に欧米か。どういうことだ。違ったら欧米渡るツッコミマシンだから。ツッコミマシン的確なことしか言わない、今みたいに。的確、そこが的確や。これ人間的にどうなのよみたいなバイトを今日は5個紹介する。なるほど。おい、それではまず一つ目、強制退去というね。家賃払わない人に、おい払えみたいな。え、あれってバイトなの？え、そう、あれ必ずしもバイトではないけど、それをバイトで雇ってるのもあるんです。えぇ、やりてぇな、俺やりてぇ、俺超やりてぇ。やってみて、してもらって、客やらせて。はい、おい、金払って、出てけ。おー、すいません。バイトできない。できない、バイトできない。バイト持ってるだけでもう抜かれます。一件で約3万円らしい。え、高い。そうそうそう。まあでも法律違反なんで。あ、そうなんだ。これ自体がだからバレちゃったらもう懲役2年または300万以下の罰金。あー、結構やばい。二つ目、殴られ屋という。殴られ屋、名前からして。もう公平だ。これこそお前全部合ってる。やばいな、これは俺の仕事で。ねー、これね、これ紛糾。うえ、いいね、殴られ、いい気持ちいい。あ、え、何雇ってんの。1分1000円です、これ。なんと1分1000円。きつくね。きつい、きつい、きつい。路上でひたすら殴られるだけです、本当に。え、顔面、もう顔面とかもうどこも全て。うわー、なるか。そうそうそう。このバイトはね、1人しかやったことがないんだよね。元プロボクサーのハレルヤ・アキラさんという人しかやってないわけ。どういう、え、日本人ですかそれ。日本人。ボクシングを引退して、はい、はい、その後、電気工事関係の会社を建てたんだ。だけどその会社が倒産してしまって、借金が約1億聞こえたね、今ね。聞こえましたよね。今日あるね、結構近づいてきてます。借金がね、1億5000万までいってしまったと。うわ、で、それを何とかして返そうと思って考えたのがこの殴られ屋っていう場合。え、まあ、新宿の歌舞伎町でやってたのよ。で、来た人にボクシングのグローブつけさせて、ひたすら。そう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 。これを3年続けたの。はいはい。3年も続けてると、右目がもうほぼ失明状態に。やほやねん。やばいって。で、それでもう、記憶力もどんどん。めっちゃアホや。なくなっていったという。やばい。バカだね。出世せえ。はい、では3つ目。別れさせやというね。この仕事やったことを、やったことがある人の体験談が。で、その体験談を元に今から喋るけど、A さんがね、いて、で、まあ、彼氏と別れたいと。で、それでお願いしたんだって、この別れさせ屋に。そっから2、3週間ぐらいで調査班みたいなのがいて、彼氏を徹底的に調べる。彼氏の生活リズムとかだったり、何時に起きてとか、何時によくここ行くとか、で、あと好みの女性とかを、その彼女含めて徹底的に作戦する。あ、もう探偵だ。そう、作戦会議を開く。はいはいはい。それでもうこのタイミングで出会ったら、もう彼氏は惚れるぞみたいなものもすっげえ作戦会議して、そう違う人に惚れさせる。そう、違う人に惚れさせるわけ。藤子ちゃんや。そう、そんな藤子ちゃん役よ、そのバイトの。すげえ。そうそうそう。すごいな。で、月額3万円。はいはいはい。安い。月額？意外と安いんだよね。知り合って3ヶ月ぐらい経ってから、今の彼女とちょっと別れてほしいなみたいな。なるほど。なるほど。ことを言ったり、あと彼女と喧嘩させるように仕向けたりするのがこのバイトの人の仕事ってわけ。クソバイト。クソすぎる。無事別れさせることができたら、まあ別れた後も多少は絡みは続けます。もう急にそれでね、なるほどね、もう切ったら怪しまれちゃうから。なるほど。でもだんだんフェードアウトでこう冷めていく感じを演技して、最終的にさよならってメール送って、もう一気にパスーンと
言ってしまうわけです。頑張れ自分で。はい、では4つ目、軍手落とし。パッと聞いただけで何のことか全然わかんないでしょ。わかんない。最弱の技。違いますよ。ツバメ返しみたいな感じで言わない。これも体験談がいるんで、その人の体験談を喋るんだけど、リプリカ。なんでや、軍手落としね。ヒグマ落としみたいに。まあそう言ったけど、それは信じて言ったけどさ、関連性ないでしょ別に。リプリや。日給1万3000円ですこれ。もうまあまあ高いバイトです。こ引っ越しか。何しとん。何しとんのこんな下手なやつも珍しいんだ。まあ A さん、こっちで突っ込むやつおるんやろ。だいたいこうですよね。引っ越しか。引っ越しか。 A さんはね、その友達からね紹介されたらしいの。楽に稼げるバイトあるよみたいな。べっぴんさんどこだよ。で、その楽に稼げるバイトっていうのがありまして。なるほどね。でも詳細よく知らされておらずに、この電話番号をかけてって言われた。で、その電話番号にかけたら、東京の〇〇某場所に待ち合わせてくれと、それだけ言われたんだって。なるほど。埼玉かもしんねえだろ。待ち合わせだよと、はいはいはい、言われて、で、東京にいたんだって、その待ち合わせ場所に。そこに行ったら、ワンボックスカーがあって、で、一人の運転手がいたわけで、その車に乗って、静岡方面買ってくれよ。静岡方面まで行く。はいはいはい。遠いね、まあまあね。まあまあ遠い。遠いね、遠いね。まあ後ろに軍手が積んであるから、この軍手をひたすらもう道に落とすだけ。何それ、何それ。これ何のために軍手落としてるかって聞いたんだって。はい。教えられないっていう。やばい。そう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 。で、まあその仕事が無事終わりまして、はいはいはい。で、A さん、これ規約違反なんだけど、ポケットに光のバイトはねえのか。軍手はい、勝った、はい、勝った。規約違反なんだけど、はい、A さん間違えてそのズボンに軍手を入れっぱのまま帰ってきちゃって、うわ、干した時にポロって軍手が落ちて、その時やっと気づいたんだって。うわ、やべ、持ってきちゃったみたいな。あー、なるほど。そうそうそう。まあでも、もうめんどくせえからそのままでいいやみたいな感じでほっといたんだって、そしたら1年後、そこの庭がミントだらけになっていたって。え、これつまり軍手の中にミントの種が仕込まれてたんです。何これ。謎でしょ。でもこれ謎だね。謎、すごい謎。フリーメイソンだろ。フリーメイソンかね。まあやってることが謎すぎるけどね。何のために種をまいているかは不明だが、一番有力な説はバッグにお菓子メーカーがいて、繁殖したミントを伐採するためではないかと言われている。また道に靴下を落とすアルバイトも存在すると言われていて、靴下に毒ダミの種が入っていたという。最後のバイト。まあ俺はもう一番これやりたくないし、おそらくみんなもこれ一番やりたくないんじゃないかって思ってるようなバイトです。それが死体の掘り起こし作業。え、1日に日給5万円もらえます。5万円。でも5万円。いや、でもそれ少ないでしょ。今ってさ、仮装が主流じゃん。そう、だから思ったよ。そう、そんな掘り起こす人なんていなくないみたいな。そうそう、今はそれが主流なんだけど、ちょっと昔の時代とかは結構土葬とかも一般的だったらしくて。土葬。そうそう、土葬っていうのはもう土に、葬式の葬ね。うわ、そう、そのまま棺ごと土に埋めるみたいな。その墓が結構残ってるから仮装にしたいわっていう人が結構多くて、その人のためのこのアルバイト。何をしてる。一回土葬してる。なんでやっぱ仮装がいいっすわみたいな。結構ね、その土葬って問題があって、雨とかが降ると揺れちゃったりとか、もう最悪の場合結構棺がもう地面にもうはみ出ちゃってやりたいとかもする時もあって、異臭もすごいから、そういうのもあって仮装がいいわみたいな人も多いと。で、まあ普通に掘って、まあ、やっぱりもう匂いがすごいらしいね。うわ、その腐敗臭ってやつ俺嗅いだことないんだよね。まあそりゃそうだろう。誰も嗅いだことない。あった、怖い。以上がね、5個のバイトでございました。おお、はい、こんなシリーズにできそうですね。まあ確かにバイト系、この他にも結構いろんなね、バイトありました。うわ、1万いったら第2弾。そうだね。ああ、これが1万いったら皆さんじゃね、これお願いいたします。お願いします。お願いいたします。これらのバイトっていうのはやっぱりね、時給はどうしてもねいいわけですよね、やっぱり。いいね。まあまあ確かにね。そうそうそう、時給はいいけどやってることが危険だったりとか、取り立て屋みたいな感じで法に触れるものもちらほらあったりとか。やっぱこういうバイトはね、怪しいじゃん、どう考えても。怪しいね。どう考えても怪しいし、普通なら引っかからないですよ。井上陽水持ってこい。でね、人間はね、経済的に苦しい状況になったら、こういう楽で稼げるみたいな言葉にね、思わず乗ってしまう時があるんだよね。いるよね、いっぱいね。一時的な工事給を手にしたいがために、あなたの人生を棒に振ってしまうかもしれません。
信じるか信じないかはあなた次第です。想像掴む覚悟でぶっかまされてる奴ら蹴っ飛ばして、誰もが羨む生き様見せるぜ。 Yeah yeah yeah